この度は本当に申し訳ございませんでした。予定しておりました8月21日スーパーボディコンテスト東京大会、我々猫じゃらし、出る予定やったんですけども、ちょっと仕事が入ってしまって、出れなくなってしまったんですよ、ね。そうね、はい。だいぶ体絞れてたけど。そうですね。まあ仕事やから。はい。うん、正直内心決まった時はどうでしたか、うん。仕事決まった時は。やった。減量を、うん、はい、減量しなくて済む。とは思ってない。思ってないですか。うん、僕はちょっと浮きました。いや、まあ非常に残念なことは、うん、残念なんですけども、うん、ただまあ8月21日が出れなくなっただけであって、うん、その後の、うん、コンテストですか、うんうん、それは出場したいなと思っております。でですね、うん、10月の30日に、うん、はい、筋肉祭りという、コンテストがありまして、名前がそのまんまやね。素晴らしいじゃないですか、うん、筋肉祭りです、うん、まあ今まで出てた大会も全部筋肉祭りやけどね、はい、うん、今回は筋肉祭りです。あら、その関東編、関東編、関東大会、ね、関東大会、うん、関東編はちょっと仁義なきみたいなのがありますからね。それの、10月30日日曜日、うんうん、筋肉祭り、うん、そちらの方にですね、うん、我々猫じゃらし出たいなと思っております、うん、大体何人ぐらい出るのかな。何人なんでしょうね、もう全くその情報がね、うん、分からないので、知り合いのね、うん、金スマで踊り茶化してる、うん、ロペスさんという方が、うん、去年、うん、その筋肉祭りで1位になって、え、優勝してるんでね、その方にいろいろ教えてもらったら、まあその8月21日に向けて減量はしてたから、それを継続してよりいい絞れた体で10月30日を迎えれると。そういうこと。そのトゥーリオ。あ、鉄壁です。いやでも、せっかくね、この8月21日スーパーボディコンテスト、うん、楽しみにしてくれてた方も、うん、もしかしたらいらっしゃるかも知れないので、それはもう全国つつ裏裏から俺らが応援来てたよ。本来はね。そうなんですかね。まあ本当に申し訳ないなという気持ちで、うん、胸がいっぱい、いや大胸筋がいっぱいでございます。まあ俺は実際そのベンチプレスの大会の時に減量してたから、うん、その延長線上でちょっといい感じだったのよ。なるほど。うん、でも実際大会が出れなくなったって聞いた時、内心どうやったんですか。めっちゃ浮いたな。浮いたん、うん、浮いた浮いた。でまあ今後、まあ、いろんなチャンピオンとかに教わっていきたいなと思います、うんうん、なんかポージングしかりね、うん、筋トレのやり方しかり、減量とかな、減量とか、あのまあロペス君もそうですけどもね、あなたと常に揉めてる西ダックス君をちょ迎えてね。西だな、あいつほんま俺先輩やのに LINE 返さへんからな。うん、ちょっとそれも詰めるわ。いやまあ基本的に優しい子なんですけどね。いやまあなん、その野放しにしたか。あ、そうですか、うん、詰めて締めるわ。詰めて締める、うん、寿司みたいに、うん、ということで皆様、今回は本当に申し訳ございませんでした。